2023年新規オープンした伊勢海国際総合病院、医療と劇場と AI とをコンセプトに AI、IT を活用した栄養管理部での取り組みをご紹介します。伊勢海では給食業務を IT 化し、新たなシステムを導入したことで管理栄養士の業務軽減を図りました。例えばアレルギー対応の食事は聞き取り入力をすれば献立表、配膳表、食冊などに同時反映されます。またアレルギー対応の献立へ自動で置き換えが可能となったため、作業の大幅な効率化が可能となり、患者さんに関わる時間を増やすことができました。新しく入院される患者さんには食事を開始する前にアレルギーや入れ歯など口腔の状態を確認し、入院から24時間以内に栄養介入を行います。外来では管理栄養士が主体となって計画的かつ継続した栄養指導を行っています。栄養診断ソフトを導入したことで早く正確なヒアリングと摂取栄養量の計算を同時に行うことが可能になり、大幅な作業時間を削減することができました。患者さんとの相談や具体的な提案に時間を取ることができ、限られた時間でも満足していただける指導につながっています。また診断結果は印刷して持ち帰ることもでき、視覚的に理解していただけるのもメリットです。今後さらなる AI の活用により医療サービスの向上、働きやすい環境づくり、患者さんや職員の満足の向上を目指します。医療法人伊勢海が誇るチーム医療の一員として活躍いただける方を募集しています。一緒に働きませんか？ぜひご応募お待ちしております。ぜひご応募お待ちしております。